おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日は皆さん見ていただいてるのは元旦なので、明けましておめでとうございますと言った方がいいのかもしれませんが、とりあえず本日はまだ大晦日12月31日の朝です。とりあえずね、今日の朝ごはんはご飯と鮭フレークと豚汁、これで朝ごはん、今年最後の朝ごはんいただきたいと思います。今日ふりかけで、ちなみに今日は雪が降ると言っておりましたが、名古屋ね、朝6時ぐらいに外を見てみてもまだ車はいてついてましたけど、雪の、降ってるところは目に、映ることはありませんでした。降ってないということですね。ただむちゃくちゃ空気が冷たいです。それでは豚汁食べて温まりたいと思います。どっかとか寒いよね。はい、ちょっと今外出てみたらチラチラと雪が降ってまいりました。これはやばいぞ。ちょっと一軒だけ出かけなきゃいけないところがあるんだけど、早く行かなきゃね。子供たちはもうテンションマックスです。はい、さっきね、雪降ってきたんだけど、もうやんじゃったね。やんじゃったというか、雲が今ね、ちょっと右側の方に映ってるのを見えるかと思うんですが、雲が移動したね。なんでちょっと結構なんていうのかな、パラパラと思いっきりどんなんていうの、どっさり降るわけでもなく、積もるまでも降るわけでもなく、まあ、ちょっと今待ってるかな、これ iPhone に映るか映らないかレベルの雪の量ですが、どうかな、映ってるかな。しかし今の外気温は現在摂氏2度マイナスまではいってないね。朝10時、ま、今9時半か、9時半の段階で摂氏2度でございます。めちゃくちゃ寒いね。車もちょっとも今まだ走り出して5分も経ってもないけど、あったまらないね。いや寒い。これ母ちゃんの実家帰るの夜大丈夫かな、まあ、夜帰るわけじゃなくて日があるうちに帰るからねいいんだけど、どうだろうねこれ。まあとりあえずそんなわけで、ちょっとね午前中に一軒だけね、お客さんのとこに寄らなきゃいけない用事があるので、それだけねちゃちゃっと済ませていきたいと思います。用事終わって今家に帰るところです。結構な雪が降ってまいりました。今ね知り合いとちょっと、外で喋ってましたが、めちゃくちゃ寒いね。橋の下でもこんだけ雪がこう待ってるって、結構あれ高速通行止めになってる、やべえなこれ。今日よ母ちゃんの実家早めに行かないとやばいな。行けるんかな、今日行って一泊して明日帰ってこなきゃいけないんだけど、高速通行止めがすげえ嫌。まあ、下道でも帰ってこれるんだけどね。年内に雪が降るなんて何年ぶりでしょうか。だいたい年明けに降るんだけどね。伊勢湾岸自動車道、結構雪舞ってますね。これは子供たちのテンション上がりまくりじゃないかな。雪降った時にこれね流す音楽とかね、これ雰囲気合うとめっちゃテンション上がっていい感じ。ドライブもね、まあ、テンション上がってスピードも上がっちゃダメなんだけどね、安全運転で行きましょう。それでは家に帰りたいと思います。はい、家族で今日の晩ご飯買い出しにやってきました。近所のあった今からいろいろ買ってきます。はい、嫁さんの実家到着。こっちは雪降ってないね。雪が降りそうな雲、黒い雲はあるけど、なんとか天気持ちそうですね。
Your fingers.